にちは、スリーズランクスです。イエーイ勝手に作った、この番組は児童養護施設で育った経験のあるこの3人が社会に生きる皆さんに向けて声を発信し、次へのアクションにつなげていきたいという希望を込めて送る超気軽な情報発信番組です。ではね、早速この3人の自己紹介からしていきたいと思います。はい、じゃあ1番手いきます。僕の名前はブローハンサトシで、みんなからブローと呼ばれています。僕はなんとですね、ウルード氏でですね、来年で28歳かっこ7歳になります。7歳になります。はい、普段はタレントモデルとかも やりながら、去年は、ラブポーカーという番組を出させていただき、例えば、インスタではこう歌う人としてやっています。山本雅子です。生後4ヶ月から2歳まで乳児院で、2歳から18歳まで児童養護施設で、18歳から19歳まで自立援助ホームで育ちました。トータル17年間育ったんですけど、私的にはすごく本当に施設で育ったことはすごい心が温かくなるというか、もう素敵なつながりがもらえたっていうのに感謝でいっぱいです。で、その経験を生かして今アチャプロジェクトという振袖を児童養護施設を卒園した後の子たちにプレゼントして、何よりもその振袖を着るっていうことよりも生まれてきてくれてありがとうだったりとか、自分は大事にされる存在なんだなっていうのを伝えたいっていう活動の代表をさせていただいてます。ちなみにアチャプロジェクトは今何年目ですか？今4年目です。はい、4年目で何人ぐらい？今4年目で100人ぐらいの子を撮影しました。はい、そうですね、ありがとうございます。はこちらまでそうですね、はい、リンクを、ね、つけたいと思いますので、ぜひ見てみてください。はい、僕は、西坂ライトと言います。芸名じゃない。はい、芸名じゃない、はい、普段は映画監督と、本作家をしてます。で、児童養護施設にいたのは僕すごく短くて、小学校5年生の終わりぐらいから6年生、中学校入るまでなので、本当1年ちょっとぐらいしか児童養護施設にはいなかったんですけど、子どもの頃、見えた景色から今すごく問題意識をずっと持っていて、大人になってから何か自分で、その問題を解決できないかということで2つの取り組みをやってます。1つは、児童養護施設の子どもたちに自己肯定感をもっと育んでほしいということで、子どもたちと一緒に絵本作りのプロジェクトをやっているのと、もう一つは、社会の人たちに、児童養護施設を、出た若者たちっていうのは結構サポートが、まだまだ足りていないんだよっていうのを知っていただきたいということで、児童養護施設を、出たこの若者たちをテーマにした映画を作って公開をしていたりしています。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。どうしてこのね、番組を始めようかって思ったきっかけについてなんですけど、3人結構当事者活動というやつでしょっちゅう会ってるので、しょっちゅうね、飲んでたりしてね、月に何回会ってるんだろうっていう。ちょっとそれぞれ思ってる、その何だろうな、どうしてこの番組を始めたいな、こんな番組したいなとか、きっかけどっからだろうね。当事者活動、そのメンバーでやろうとするとなかなか会わない、月に1回のミーティングしかなくて、でなかなかそのみんなが揃うことを、例えば来月は来れなかったりとかっていうので、なかなか話が進まなくて、ずっとやりたいって、実はもう去年ぐらいから、2018年の6、7月ぐらいからずっと思ってたんですけど、たまたまこの3人で飲む機会、そして話す機会が圧倒的に多くて、あれ、これこの3人ならできちゃうんじゃないっていうことでは、多分最初の発端だったような気がします。メディアとかが発信する内容はなんか間違ってるとかじゃなくて、すごくこう表面上だなっていうのをやっぱ前から感じていて、やっぱりそのいろんな立場でいろんな視点があるのも知ってほしいし、実際じゃあ現場の声どうなんだっていうのを、これを通じて見てくれてる人にちゃんと届けたいというか、こう真実って言ったらなんかすごく大げさだけど、こうなんかそうだね、そういうのを届けたいなと思ってる。結局メディアで発信すると、5時間ぐらい撮影として、取材内容として、みんなに、ね、聞き取りとかあったりするんだけど、結局放送されるのがやっぱり5分ほど。それはメディアが悪いとかではなく、その発信するに限界があるのから、やっぱりそう切り取られない、自分たちの目線をしっかり伝えられるのは、この自分たちで作った方がいいよねっていうのも、やっぱ最初その飲みの中で話してた内容だったって思いますね。はい、一番は僕も映画を作った時の動機とは全く同じなんだけど、やっぱりこういう児童養護施設の問題とかって、もう一般の人っていう言い方はあれなんだけど、関係のない人にとっては本当に関係のない
話になっちゃってて、そうそうそう、でもそれって実は結構いろんな問題を生んでしまうきっかけになっていて、いかにこの問題を知ってもらうか、いかにみんなに自分ごとにしてもらうかっていうことって結構大事なことだと思うので、まあそれのきっかけになったらな、社会がどんどん良くなっていくきっかけになったらなと思います。はい、っていう感じですね。こんな番組にしたいな、番組でこんなことやりたいなっていう思いあると思うんだけど、どんなことやりたいですか、お二人は。僕がそのこの番組で通して伝えたいことなんですけど、児童養護施設や里親、または一時保護所で育った子たち、経験のある子たちが見てくれるのがまず一つ、あとはその社会的養護に入れなかった子たちもこれを見ることによって、あ、こういうことがあるんだ、こういう施設があるんだっていうのを知ってもらえたらいいなっていうのを思っています。はい、でもう一つはこの番組を通して、実際に支援者に会いに行ったり、または僕たちにつながるきっかけを作ってもらったりすることによって、自分の選択肢を広げて、そして誰かに SOS を出せるような、形を取ってきたらいいなって思っています。はい、まこちゃんはこんな番組こうねにしたいとかやりたいとかあります？でもなんかブロも今言ってたけど、やっぱり支援者さんがどういう思いで支援してるかっていうのはすごく知ってもらいたい。その児童養護に関わらず、いろんな福祉関係の支援してる人たちは熱い思いがあってすごいやってくれてるから、なんかそういうのをきちんといろんな人に伝わってくれたら嬉しいなっていうのと、児童養護施設で今まさに生活してる子たちがなんかぜひ見てくれて、あ、なんか自分となんかこう同じ出資者の人たちでもなんか全然卒業した後もこうなんかキラキラしてるんだって言ったら変だけど、なんかちょっと楽しみになるような、なんか、あ、自分たちの人生これからなんだというか、あ、これからどうしようかな、何していこうかなってこうみんなが思えるようななんかものだったりとか、あとはやっぱり私はすごい自分の全体的活動でもそれをテーマにしてるんですけど、こうやっぱ働いてる人たちに感謝というか、この施設の職員さんたちもこれ見てちょっと元気になったり、ああ自分なんか働いてきてよかったなとか、なんかやってること間違ってないかなとか、なんかそのなんだろう、次の自分の仕事とか周りにいる子どもたちにも活かせるようなその情報発信していけるような素敵な番組になったらいいなと思います。素晴らしいね、やっていきましょうね。はい、児童養護施設とかを出た子たちとか、その里親で出た子たちって、まあ、こんな子なんでしょうとかっていうイメージがもし社会の側にあるんだったら、実はいろんな子がいるんだよとか、元気な、ね、こんな元気な子もいれば、こんな、ねイケメンもいるしみたいな、そういろんな子がいるんだよってことも知ってほしいな。やっぱり関わり方がやっぱり分からない、本当いろんこういう例えばですね、悲惨なニュースとかあった時にどうしても関わりたいんだけど、なんかこう自分がどうつながっとそこに支援したい、またどうやって関わっていったらいいんだろうっていう次のアクションを起こせない人に対して、やっぱりそこにそういう方も、あ、こういうやり方があるんだ、こういう方法だったら自分もできるかもしれないって、その一緒にこうなんだ、僕たちが一方的に発信というよりは一緒にキャッチしてもらって、でそれを次の形につなげるためのアクションを起こせるような一歩を僕たちが一緒にお手伝いできたらいいなって思っているので、そこのあなた一緒にやっていきたいと思っています。はい、こんな感じでそれぞれの、当事者の視点を交えながら皆さんと一緒に考えて、次自分今から何かできることないかなって一緒に考えていけるような番組にしていきたいと思ってます。はい、次は、児童養護施設ってどんなところっていうような、回にしていきたいと思いますので、お楽しみに。はい、ではバイバーイ。はい、ということでそれぞれ告知のコーナーになります。はい、では、はい、黒さんから。はい、9月15日に、この社会的養護のことも踏まえた、トークライブを、ラジオ放送なんですけど生放送でやらせてもらいます。でその時なんと、限定20名までだったらそこの場所に実際に来て、足を運んでもらってもらえれば、生で聞けますので、ぜひ来ていただければと思います。詳細はまた下に貼ります。ちょっと東京じゃないんですけど、北九州で9月7日に、場所は北九州パレスで、参加費が1000円なんですけど、アチャプロジェクトのこの私と、あと西坂ライトさんは映画の上映も、福祉系のシンポジウムになるんですけど、私は活動の紹介だったりとか、北九州でも9月からアチャプロジェクトの撮影も始まるのでっていうことで、はい、シンポジウムがあります。
9月4日に僕らこの3人が出させていただく番組内田 TV に出させていただきます、うん、はい、この番組ですね、公式のスポンサーを募集しております。募集してます、はい、この番組の、作った目的3つあります、はい、1つは、社会的擁護とかグレーゾーンにいる方についてより多くの方々に関心を持ってもらいたいというのがまず1つです、うんうん、2つ目は、社会的擁護の当事者の後輩たちにとっての道しるべになるような情報を発信できたらなというのを思ってます、はい、そして3つ目は番組を見た方々に次のアクションこんなことができるよとかこんなことできるんだっていうのを知ってもらって、まあ、次のアクションにつなげるっていう風な3つの思いでやってますので、ぜひですね公式スポンサーになりたいよっていう方いらっしゃいましたら、はい、ぜひ情報欄見ていただいて、はい、スポンサー募集しておりますのでよろしくお願いします。お願いします、はいじゃあこの番組を見ていいなと思ってくださった方は高評価と、はい、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。じゃあねー。